おはようございます。今日の話は大人の道徳という斉藤隆さんの本の中から知人友という話です。知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は恐れず。道徳というのはそんなに難しいことではありません。孔子は論語で、人間にとって最も重要な美質として知人友の三徳を挙げています。知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は恐れず。知というのは判断力があるということです。判断力のない道徳というのはありえません。判断力があるということは素晴らしい道徳です。仁は優しさ、真心があるかです。そしてそれを勇気を持って行動に移すことができるのが勇。この勇を道徳の重要な部分に据えているのが重要です。頭で考えたり心で思ったりするだけではなく、実際に行動することができるのか。この知人友というのはいわば心技体のようなものです。判断力と真心、誠実さがあって、そして勇気を持って行動できる人ということです。優しくて行動力もあるけれども、判断力がないという人は行動を誤ってしまう可能性があるでしょう。判断力があって行動力もあるんだけれども、真心がない人は金儲けはうまいかもしれませんが、危険人物です。これは信用ならない。頭もしっかりしていて判断力があり誠実さもある、だけれども、いや、なんか自分も思ってはいたんだけどねと言って勇気がなくて行動できない人は役に立ちません。このバランスを、知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は恐れずという言葉でピシッと表した孔子はさすがです。世間で成功している人は大体勇気があります。別に東大を出ているわけではない、それどころか高校中退だけれども、とにかく行動力がすごい。起業家や経営者に成功のポイントは何でしたかと聞くと、大抵行動力ですとかエネルギーですと言います。そして彼らは尋常ならざる自己肯定力を持っています。数えきれないくらい失敗したけどめげなかった、何回失敗しても成功するまで諦めずにやり続けたと言います。勇気が必要だからといって、別に駅のホームで駅員に暴力を振るっている人を告白するとか、街中の酔っ払いの喧嘩を仲裁するとか、そういうことではありません。席を譲るとか、会議で自分の意見を発表するなども勇です。その場その場で自分がすべきことをきちんと表現したり行動する勇気のことです。論語に、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せずという言葉があります。みんなと仲良く遊ぶけれども、みんなに意見を流されることはないというのが君子である。そういう意味で私たちも君子を目指していくのがいいかなというふうに思っています。じゃあ今日はこれで終わり。